花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。今日は、はい、あいにくの雨となりましたけどもですね、はい、昨日まではちょっと暖かかったんですよ。そうだ ね、ちょっと肌寒いような、うん、天気になりました。今日10月の、13日になりますね。13日の金曜日、金曜日ですよね。相変わらず、はい、半袖の高橋真子さん、はい、そういうあなたも俺たちはやっぱり ね、今日ぐらいがちょうどいいね。ちょうどいい。まあその寒暖の差が激しいので ね、風邪をひいたりね、うん、されないようにね気をつけましょうということで、うん、松下利美さんでございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日は金玉ということでね、はい、のんびりやりたいと思いますが、はい、先週まで須賀川、福島行ってきましたね。はい、お世話になりました。皆さんお世話になりました。須賀川ですね。長々と長居してきました。僕はね、一足先に戻ったんですけどもね、松下さんはなんか、あれですか、ゴルフやってたらしいですね。はい、あ、もう、いいですね。25年ぶりにクラブを握りました。連れてってもらったんですよ、お誕生日のお祝いに。あ、そういうことなんだ。はい、ありがとうございます。ゴルフはどうですか？もう楽しかった。本当に久しぶりにそういうところ行ったんで、うん、思い出しましたね。また行きたいなと思って。なるほどね、はい、ゴルフ気持ちいいですよね。気持ちいい。誠さんします？俺はやんない。僕もね、ちょっとやんない理由があるの。でもね、一時ちょっと習ったことがあって。本当に？うん。ちょっとそのブラインドゴルフっていうのを手伝うために、目の見えない人のゴルフをサポートするっていう。うんうんはいはい、そうなんだ。それすごい、ね。それでちょっとね、自分でも練習しました。あ、本当に。多分体型的に飛びそうですよね。しなりそうだもん。体が。柔らかくてね。やっぱり体型があるんですか？ あると思いますよ。うん、ゴルフはしたことないですね、僕ね。本当、うん、うちの父はね、もう大昔からしてたんですよ。あ、そう。あ、そうそう。金尾さんは筋肉ですもんね。うん、僕は、筋肉というかね、ちょっといろいろありました。まあ、何があったかというとね、ちょっと話が長くなるね。いや、ちっちゃい時ね、河原で遊んでて、うん、サラリーマンの方がゴルフやっててね、はいはい、そのパターを借りて、うん、友達と二人で遊んでたら、うんうん、僕振り回したんだけど、うん、そしたら後ろに友達がいたの。そういうことがね、うん、だからもう、ね、ずっと病院にお見舞いに行ったりなんかして、だからちょっとちょっとそういうのがある、うん、だから家族旅行がダメになったっていうね。あ、そうなんだ、うん、兄はなんか言ってましたけどね。そういうことはね、まさか僕恋にねそんなことするわけじゃなくてね、たまたま後ろにいないと思う。だからそういう思い出があるんでね、なかなかこうちょっとね、まあやってたらちょっと上手くなってるかもしれないね。そうだね。そうですよ。いや、親父とかすごい僕楽しみだったもん。チョコレートをさ、うん、持って帰ってくるのよ。いや、チョコレート、昔そうだったから。お土産。うん。お土産チョコレートいっぱい。そうなんだ。うん、そうそう。昔はそんなゴルフだったよね。やりませんか、じゃあ。次回はみんなで。ゴルフね。いいですね。気持ちいいよね。そう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 。気持ちいいかもね。で、今日はファックスいろいろ来てますか、はい、で、お世話になった祖さんから早速いただいてます。ほうほう、皆様こんにちは、はい、秋ですね。こんにちは。美味しいお米の収穫時期です。日に日に太りゆく妖精祖です。高橋真さん、お久しぶりです。お久しぶりです。行きたかったな、ねね、リスナーのチャーリー佐藤さん、うん、来てくださってありがとうございました、うんうん、チャーリーさんもね、東京から本当ね、東京からね、2人ぐらい来ていただきましてですね、うん、ありがとうございます、はい、なんか松下利美さん、お疲れ様でした、うん、そしてありがとうございました。加納義郎さん、はい、職質を受けられたそうですね。なんでそんなこと知ってんの？職質受けた、うん、なんでそんなこと知ってんの？職質だってフェイスブックフェイスブック、ね、おやつなかった。だって祖さんフェイスブックやってないんじゃない？
いやそういう情報は情報はすぐねえ、そうそうなんですよ、陽性だから陽性だからね、本当悪いことできないな。職質をする警官はさすがです。学校笑い、素敵な時間と楽しい時間を共有できたこと感謝します。ありがとうございました。ゲストの方がいらしていたらごめんなさい、皆さんに出会えたことで大笑いが増えました、はい、皆さんに出会えたことで涙もろくなりました。皆さんに出会えたことで別れが辛いと思いました。出会いは運命だと思いました。本当に本当に本当にありがとうございました。土曜日は長崎、日曜日は福岡とライブですね。今日から寒いとか、はい、気をつけて行ってきてください。11月のブルームードも楽しみにしています。あ、ありますね、11月20日でございますね、はい、お待ちしてます。お待ちしてます、はい、最後にやはりライブは生がいい。このラジオもいいですよFM か、川崎 FM も生ですものね。何よりディレクターの山田さんがいいですよね、ということで前置きが長くなりましたしリクエストお願いします。高橋誠さん、うん、はい、田崎さんが夢十夜の第一夜を朗読された時歌われた歌をお願いします。うんうん、第一夜が生きていました。そうですか、うん、ありがとうございます。夢のかけらでしたか。夢のかけら、石田君の曲です ね、 あれはね、はい、うん、松下としみさん、心に染み入るとしみさんの声質で朝披露をお願いします。うんうん、金尾義郎さん、はい、福岡に行く前なので筑豊ブルースをお願いします。うん、それでは皆様良い週末を。はい、そうそうさん、ありがとうございました。ありがとうございます。最後の最後まで ね、私は携帯 のジャックを忘れて、それもまた送ってもらったり、もうお世話になりました。すいません。どうしますか ね、 じゃあ楽しかったですね、本当にね、本当楽しかった。深川のぷかぷかもそうですけども、その前日はね、郡山に M&J、 木八さん、ね、お世話になりました。本当にね、地元の方と僕行くと一緒にやるんですけど、全然違う方たちだったんですよね。M&J も違う、初めてやった方、だからでもすごいいい雰囲気がね、女の子可愛かったですね、キーボードのね、まゆちゃん、ちっちゃいんだけど、すっごいパワフルなキーボード、そうそう、まゆのよ、これが、ね、だって年聞いたらさ、お父さんの年いくつって言ったら俺と同じ年だった俺もさ、そうですよ、軽いこうめまいを覚えたね。おじいちゃんじゃなくてよかったね。最近そういうこと多いね。そういうことが最近多いですけどもね、はい、いろいろありますけど、じゃあリクエストお答えしましょうか。はい、筑豊ブルース行きますか。ますか、ね、はい、筑豊ブルース、まあ筑豊ブルースじゃリクエスト結構多い感じの曲かもしれませんね。行きますか。ワン、ツー、スリー。朝のない夜はない、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどんどこから、いつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。人たちも手を握る味方さ、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。
はい、これは須賀川のね、福島須賀川の、妖精笹さんのリクエストにお答えしました、筑豊ブルースというね、筑豊というのは僕の生まれ故郷、九州のね、うん、それで今週に、あ、はい、明日からもう行きますね、これ終わったらすぐ行くね、今日、明日じゃなくて今日、今日はもうすぐ終わったらすぐ行きます、走って、走ってね、九州に行きます、走って、うん、それで、そう、今日行って、明日が長崎の、うん、どこでしょう、西の海公園ですね、西の海公園で、あれ、雨大丈夫なんですかね、いや、大丈夫、大丈夫、それでね、まあ、野外コンサートなんですけども、で地元の方も、15組、5、6組出るんですよね、それで、博多からはですね、陰禄、博多のバンドも、うん、博多からゲストがやっぱりいらっしゃる、それで私も行きますが、私のデビュー当時とか昭和時代の友達をね、2人連れて、デビュー当時からずっと一緒だった川田典秀君と、博多から2人ね、もう1人はね、昭和時代からね、もう本当に古い友達で、ハーモニカ、はい、中野茂樹君、2人でね、行きますけどもですね、これ楽しみで、雨が降ったらね、割と屋根があるところにこう移動になるかもしれませんが、入場無料ですね、そこはね、西の海公園の、土曜歌市ね、でその翌日が、15日、これは博多のドラムビューワンですね、ここは大きな割とホールになっておりますけども、地元の方々は、いろいろね、手伝っていただきましてですね、今回そういう、ことに運びになりましたですね、本当に感謝しております。やっぱり最初からバンドをね、やってて、そんなにそれが爆発的に売れることもなくね、そういう時期があって、なんかね、役者にならないかという話があったわけよ、うん、でその時にね、ちょっと僕は全然興味なかったんで、うん、みんなで来たんでね、みんなで一回帰ったんだよ、うん、それで良くなかったんだけど、本当はもうちょっと仕事をね、重視して、じゃあさようなら、バンドの人たちをさようならって一人で役者になってれば、まあね、そういう世界ってよくあるじゃないですか、ありますね、そういうこともなくね、来たんでね、今回ね、もう40年ぶりに会ってね、そのメンバーが集まってくれるっていうことでですね、うん、本当に嬉しいですよね、うん、すごい皆さんが元気なんでね、すごいですね、元気って、いや一人もかけず、お元気でいまだにやってらっしゃるみたいな、そうそうそう、ね、それぞれね、例えば鹿児島だったりとか、福岡だったりとかしますけど、うん、まあ、それぞれの生活をしながら音楽をね、続けてるっていう、続けてるっていうのはすごいですよね、素晴らしい、ギターのね、川田君なんかちょっとあれで硬い手法、司法書士だからね、お堅いね、お堅い仕事しながらハードルやってるんだから、ね、またそのハードルで硬いすごいよね、それ楽しみです、それもね、でもやっぱり地方の方々ってエネルギッシュだよね、福島の方もそうだけど、そう、なんかほら、常に東京は何でもあるっていう感じするじゃない、情報とかも、うん、でもそういうのが、うん、そのね、なんかメリハリ、うん、オンオフがね、そうなんだよね、線引きができていいかも、だから福島もね、行って思ったんだけど、イベントとか多いのよ、多い、うん、街角イベントみたいのも多いし、だから相当多くなってきてるね、あれ、それでなんかこうみんながね、うん、こうなんとか、ね、自分たちでそこをその、うんうん、活性化しようっていうね、もうウルトラスカガーとかウルトラマンバンバン立ってるから、そうだね、とね、つぶらやさんのマラソン、つぶらやさん15日マラソン大会とか高知ってよ、そう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 いう、ね、盛り上がってますね、盛り上がってますよね、ですね、うん、だからそうやって地方のね、町がこう少しずつでもね、盛り上がっていくことっていうのはやっぱり楽しいよね、楽しかった、うん、なんかいいことだと思うよね、うん、東京は一挙ね、集中しないで ね、うん、そういう、うん、みんなで移住しますか、いやいやいや、俺は住民票持ってます、住民票持ってるからね、移すかな、じゃあ、あれは何なの、あれは有効期限なし、うん、有効期限なしですよ、永住権だね、永住権
ということでね、はい、またお便り来てますでしょうか。はい、はい、いいですか。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、ディレクターの山田さん、はい、撮影のキキさん、こんにちは。まずはお詫びを、ね、うん、お詫び、うん、毎回メール内容が同じですみません、うんうん、かといって、うん、いつもはリクエストをお任せで お願いしていましたが、うん、本日はリクエストをさせていただきます。カナオさん、筑豊ブルース、あ、行きましたね。あの、やっぱり心が通じ合うってことね。誰それ。清水佳代子さん、佳代子さん、はい、通じ合うよ、通じ合ってます。誠さん、ま、前を向いて歩こう。としみさん、曲名が分からずごめんなさい。私が生まれてきたわけは、あ、命の理由ですね。それね、はい、でも何でも OK ですよ、ね、よろしくお願いいたします。あとはライブ情報もお願いします、うん、はい、本日も元気魂振りまいてくださいね、楽しみです。願いが届きますように。清水佳代子さん、はい、追伸、本日13日の金曜日、良いか悪いかどちらでしょうね。ね、13日の金曜日っていいですね。あ、そうなの、かわいい、ありがとうございます。いつもね、こうやってね、あのお便りいただくことが励みになりますけどもですね、はい、まあ、この音楽魂も9年目に差し掛かりますけどもですね、気がついたらそういう風になってましたよね、はい、ありがたいことですけども、あら、どうしましょうか。まこさん、なんか、まこさん、あ、誠さんは前を向いて歩こうだけど、前を向いて歩こうね、あれはちょっとそれが、うん、今日はね、ない、用意してきてないんだな、うん、ごめんね。そしたらなんかあれしますか、ね、したら石田君の、あ、ね、はいはい、で、そそさんのリクエストあったんだけど、リクエストあったんだけど、うん、違う、もう一曲あって、あ、そうなんだ、そっちの方をやってみましょうか。あ、ね、ははは、これは石田、吉勝さん、うん、あ、と、俊勝さんです。俊勝さん、ね。俊勝さんのオリジナルですか、ね、オリジナルで。はい、今、3G ルーラーっていう、あの、バンドをやってて、うんうん、で、まあ、CD も出してますが、うん、今ね、また新しく録音始めたみたいですね。うん、楽しみですね、どういう感じになるか。うん、これタイトルなんでしょう。タイトルはね、もう一度抱きしめたいと。もう一度抱きしめたいかもしれません。はい、君の胸に狙いを定めて、今すぐ伝えたい。君が去ってゆく後ろ姿と残された恋の記憶は心の奥に絡みついたままで、一人よがりの夢を見ている。寂しくも悲しくもないけど、少しだけ切ないあのメロディ、君は今でも口ずさんでいるのかい。黄昏てく街の日見つめて、君の胸に狙いを定めて、熱いこの想い今すぐ伝えたい。君をもう一度抱きしめたい。取り残され君との夢は一時だけの喜びで、ね、紛らわしてたけど分かっていたのさ、このままじゃ始まらないことも、夢を描いて生きてゆくほど残されてないけど、扉を開けて明日に向かって歩いて行こうと決めたよ。君のそばで君だけ見つめて、
たい。君をもう一度抱きしめたい。優しい歌じゃん、力強くもあり、ね、優しくもあり、ね、はい、なるほどね。割と石田さんの歌っていうのはラブソング風な感じが多い、ね、うん、あ、もうこれはね、このな、うん、あのその最初の 3D 俺がもらった CD の中でも、うん、はいはいはい、優しい歌、うん、で結構ロック色の強いものもあります、ね、ああそうですか、うん、今度ライブでも ね、ライブ一緒に結構やりますので、ああそうですか、来てください、はいはいはい、ね、松下さんまた来てますか。はい、来てますね、うん、皆さんこんにちは、はい、久しぶりの13日の金曜日ですね、はい、13日金曜日ね、はい、こちらはジェイソンの襲来よりも影響力のある方の帰省を今か今かと待ちわびていますよ、うん、ジェイソンよりも影響力があるよりね、滑舌の悪い金尾吉郎でございます、ね、この間の考えたら久しぶりの福島 2days、うん、お楽しみ様でした、うん、はい、としみさんの真っ赤な衣装も輝いてましたね、うんうん、金尾さんも楽しさのエネルギーがこちらにも伝わってくるようでした、うん、誠さんのサンタナ生で体験したかったですね。そうです、サンタナといえば、ね、昨日は金尾さんもついに博多で一緒になるひろみさん、かっこ今久礼ひろみさんと今久礼ひろみ先生ね、たたいで、うん、クリスタルキングだね、元のね、準備 OK ですね、はい、今久礼っていうのは名字ですね。ああ難しい名字ですね。難しいね、今変わってますよね。今キューレイ、ね、キーボードが2人いたんだよね、クリスタルキングってね、その一人の方、で僕はね、今回ね博多で、まあ、偶然にも僕の知り合いの里見さんっていうボーカリストの女性がいるんだけども、うんうん、その方と要するにデュオというか、うん、それでユニットで出ていただくんですけども、会いたかったらね、うん、ね、昨日、おとといか。サンタナ。サンタナをね、ギタリストの、はい、ほら、小田和正さんとか、今、甲斐バンドやってる。稲葉さんがね、うん、サンタナメモリアルやる、うん。で、浅田くんとかいたのよ。シナ&ロケツの、ごぼうさんもね、うんうん。それで、今久礼さん来るっていうことを言ったんで、うんうんうん、ちょっと会いに、行ったらもういきなり追い込む場ですよ。歌わされた。ブラックマジックマンですよ。やった。いや、それはね、なんかね、ほとんどあんまり、うる覚えだったんだけど、懐かしいっちゃ懐かしいよね。僕らの頃はディスコブームだったから、ディスコにバンドが入っててね、ディスコバンドとして、デビュー前はやってたことがあって、うん。それ思い出しましたよね。でも素晴らしいミュージシャンなんだから、うん、びっくりしちゃった、うん、でまたハモンドがいいのよ、今久礼さんの、めちゃくちゃいい音だったから ね、うん、お会いできたのね、本当すごい楽しかったです、ね、すいません途中で、ね、すいません、うん、なんだかもう興奮しててまともな投稿ができません、うん、できませんだ、できませんでしょ、はい、オイラも重要な役割をするかもんするかもって思って、うん、ものすごく緊張してきてます、うん、重要な役割、うん、でも今日は今日変わらずの、素敵な放送を楽しみますね、うん、リクエスト今日は何でも OK ということでお願いします。ありがとうございます。もう考えきらんとです、はい、PS 火曜日にマチケンさんのライブを楽しんできました、うんうん、おマチケンさんもねここに来たことありますよね、うん、10月とは思えない真夏日の天気と同じぐらいに暑いステージでした。マチケンさんも皆さんによろしくって言ってましたよ。あ、はい、ね、よろしくお伝えください。本も、ね、出されてね、はい、やっぱり確実にねいい形になってると思いますけども、ね、はい、放送ではついに来週になりましたね、うん、青ちゃんの出演が、もうむちゃくちゃ楽しみです。そう、青ちゃんというのはね、うん、青山、はい、青山、青山さん、いや、青山さんなんだけど、下の名前なんだけど、青山、青山春弘さんといってね、R&B のね、うん、まあ、サム・クックとか、まあ、いろんな方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、もうあの辺を歌わせるとね、もう素晴らしいね、ソウルシンガー、うん、要するに、Facebook もね、ちょっとこの後バーンと宣伝しますが、うんうん、
楽しみですよね。音楽性もさることながら、うん、恐ろしく礼儀正しい男なんで皆さんも気に入ってもらえると思います。あ、礼儀正しいといえばね、あの僕みたいなことを言いますよね、うん、職質されながら礼儀正しい、ね、ちょっと蹴ったりながらしま、そんなことしないよ。いや、職質ってさ、俺久しぶりに受けたね。あ、そう、昨日、昨日おとといか、そのサンタナ終わった後、なんでそういう、うちのすぐ近くなんだけど、 あのね、何か引っかかったんですかね、こう怪しいのかね、怪しい、そうだね、なんか急にパッと、いや、あのね、うん、電話ってメールが入ってて、うん、で僕駅とかで歩きながらメールしないんだけど、外だったから人もあんまいないんで、うんうんうん、でちょっとそのメールをしてたのよ、うん、そしたらね、うん、あの足取りがおかしいみたいな感じでね、あ、大丈夫ですかって言われた。いや大丈夫です、あのちょっと今、いやだから別にそんな千鳥足でもなかったんだけど、うんうん、怪しいと思われたのかな、うんうん、で、止まってメール打ってたのよ、ちょ、その時急いで打ちたかったんで、そしたら前をはだけてたから、歌い終わった後だったから、うん、そんなに前をはだけて大丈夫ですかとか言われて大きなお世話だった、大きなお世話だよ。それでさ、なんかいろいろ聞かれて、前はだけ俺は歌ってきたんだ、熱いんだみたいなこと言ってたら、何にもなく結局ね、生年月日とか俺名前とか聞かれるじゃん、住所とかで、なんかずっと調べられて、でなんかね、なんか、うん、危険なものがそのカバンの中に入ってます、危ないもの持ってませんか、持ってるんです、すいません、持ってるんですよ、ものすごい危険なものがね、ってこれは見せませんみたいな、もう挑発してる。いや面白かったですよね。やっぱでもあれもね、お仕事なんでね、まあ、おまりさんね、いろんな、そうですよ、でも市民の安全を守るために、そうそうそう、怪しいと思ったらね、聞かないといけない。久しぶりにね、懐かしい思い、懐かしい思いねしましたけど、ということでね、リクエストが、いろいろ来てますけどもですね、この博多のライブに関してはですね、ドラム B1 でね、出演者というか、まあ、金城出ますが、これはイクマライダーのね、福島さんのバンド、福島会長のね、バンドなんですけどもね、イクマライダー。そこにね、旧、ヒロミさん、キーボードのヒロミさんもそこでもやってるのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからそういうこととか、あとバッドスタッフとかね、ガン近藤さんね、素晴らしい女性ボーカリスト、ガン近藤さんかっこいいよね、うん、YouTube で見ましたけど、もう、いわゆるもうアフリカンだね、それで普段はね、糸島っていうところで農業もされてるの、うん、そうなんだ、それで結構そういうのがなんかブームかもしれないけど、それをしながらもう生き方がね、うん、ソウルな感じね、それで素敵な人です。あとね、里見さん、今キュー&里見っていうね、ユニット里見さんもすごくジャズとかね、そういうブルースのね、歌姫ですけどもね、あとエキゾシカのね、バンドの皆さん、うん、素晴らしいね、これはまあ比較的ちょっと若手の、素敵なグループですね、そういう方たちといろいろやりますけども、楽しみにしております。いいですね、ね、うん、そう、九州も一緒に行きたいね。九州はね、置いてきぼり。本当に行きたいんだけど、ちょっと諸事情が、諸事情があるんだから、こっちはもういろいろ。今度ヒッチハイクで行こう。ヒッチハイクで行こうか。ね。ね。だと船。ヒッチハイクでもうずっと行っても面白いから。ヒッチハイクで行こうか。途中ね、途中ライブをやりながら。あ、そうね。それいいよね。あ、そういう人がいるとミュージシャン助かるよね。ね。うん、須賀川もね、チャーリー佐藤さんもね、来てくれましたけども、ありがたかったですよね、まあ、チャーリー佐藤さんあたりとちょっと七役しようか、七役じゃない運転してもらってみたらね、乗せてってもらう、松井さん行きましょう、なんか曲なんか今日あんまりやってないね、これさっきの
きます、うん、今日ね、ちょっと違うやつやってみようかな。あの、うん、忘れてきたから、うん、あの、これ骨まで愛してやろうよ。ミキさん、昔から言ってた、骨まで愛してって、うん、何のだ、あの骨まで愛して。あの骨まで。いきますか。はい。松下俊美が歌いました骨まで愛してっていうね、こういうパターンはなかなか真子さんがね、あのこういう 演歌をこう弾いてもなんかちょっとブルージーに、ね、そうそうそう、いらっしゃいますね、これかっこいいよね、うん、これでもさ、歌詞はすごいね、やっぱり前から思うんだけど、ね、この歌詞はね、パンクだね、そうパンクパンクパンクだよこれすごいよね、いや本当だよこれ、河内孝明って誰でしたっけ、これすごいでも歌手だと思いませんか、あなたがあれば幸せよっていうのがいいよね、そうそうそう、いればじゃなくてね、存在そのものですね、うん、だから、うん、生きてる限りはどこまでも探し続ける、うん、恋ねぐらですからね
いや、これ深いね。この恋ネグラっていうような言葉は今の若い人分かんないよね。おそらく。うん、作詞家の人ってそういうふうに言葉を生み出すじゃないですか。うん、ああ、そうそうそう。そこがやっぱりね。それはすごいよね。それ、でも誰が聞いても大体分かるからね、こういうね。ね。ね。うん、はあ、これはすごいなとか思っちゃうよね。これパンクだよね。パンク。うん。ということでね、来ましたけども、まこさんなんかまだあれですか、まだやりますか、うん、お便りが、うん、あ、来てました、ごめんなさい、来てた、はい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 、それ、はい、じゃあ読みます、読んで、まあ、僕は読んでみて金尾芳郎音楽魂、はい、金尾さん、まことさん、としみさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ね、先日の福島 2 days ライブお疲れ様でした、うん、ありがとうございます。そして、14日15日と長崎福岡ライブと、金尾さん続きますが暑い夜にしてくださいね、皆さん楽しみに待っていると思いますということでね、あの本当にね、あの久しぶりにね、僕があのふるさとに帰りますけどもですね、本当に楽しみですよね。明日からです。今日からね、行きますが、今日のリクエストは、金尾さんには先行ラジオライブ、九州でも歌われる曲を。あ、歌われる曲をね。あの、まあ、チコブルースもやりましたけどもですね。誠さん、はい、C。C。うん、C。ね。としみさん、うん、愛さんさん。ね、来ましたね。でも何でも OK。ね。外は気温が下がっていますが、スタジオは熱気上昇で、はい、今日もこう矢印が上向きになってますね、はい、くれぐれもお風邪をひかないようにお過ごしください、はすみさんですね、はすみさん、ありがとうございます、ね、王子というね、王子、王子ありがとう、王子ありがとう、僕もね、今なんかあのスポーツ選手の中で ひねり王子とかあるじゃん、あるの、あ、体操選手ね、体操選手ね、試合、試合、みんな王子をつけるんね、俺王子ね、ひねくれ王子、ひねくれ王子、自分でつけてる考えてた、それは、ひねくれ王子、ひねくれ王子、ぴったりじゃんね、ぴったり、九州ではね、はしか犬って言われるね、はしか犬、はしかにかかったような、僕はあの気が荒いから、そういう人のことをはしか犬って昔ちっちゃい子で犬ね、しっかり詳しく、ひねくれ王子ね、ひねくれ王子、うん、あの、はすみさんありがとうございます、ありがとうございます、ね、はすみさんは本当の王子、はすみさんは王子だね、まあ、ね、だやっぱりあれなの、俺王子としての資格がもない。俺ないっていうわけ？何？王子の。俺にないっていうの？俺の王子の資格が。ひねくればいい。ひねくればいいと思うね。まあ自分で言ってれば何でもなるかもしれない。ひねくれ王子ね。何回も言わんでいい。マコト様、スマイル王子。スマイル。マコさんはね、いつもやっぱり笑顔が素敵でね。でもね、笑顔はいいよね。病気でも治るぐらいだから、そうだね、ね、うん、やっぱり常にこう笑っていればね、うん、あのいいことに巡り合いますよね、不思議とね、そうだね、うん、常に怒ってる人はやっぱそういう運命たどるんだよね、うん、だからどういう運命、怖い、それ小馬鹿にしたような笑いはどうしたの、いやいやいや、そういう意味じゃなくて、怒ってばっかしいる人いるのかな、いや、結構ほら電車とこれ乗るの好きだから乗るんだけど、やっぱりね、その怒った顔の人も結構いるんだけど、いるんだよね、うん、もっと飲んで笑ってればいいのになと思うんだけどね、でもあんまり一人でイライラ笑ってる人ずっと笑ってる女の人がいたの、職質受けるかもしれない、すっごい気持ち悪かったよ、それ気持ち悪い、俺の前に座ってる人で、ね、女の人でね、ずっとニコッと笑ってんだよ、んの、うん、なあ、俺すごい気持ち悪くて、そしたらなんかイヤホンを、あ、なんか落語かなんか聞いたんだよ、乗ってるのよ、うん、最近多いね、多いね、分かんなくてさ、自分の世界に入っちゃってて、そうそうそう、でもあれ、旗から見てたらちょっとね、それもね、危ないね、危ない人、まあそういう、あの、いろいろありますけどもですね、お客様じゃなくて、お知り合いじゃない、はい、ということでですね、はい、曲いきましょうか、いきましょうか、何やりますか、僕なんか歌いますか、うん、松下としみさん、あれやる、
朝昼やろうか。いや、ね、やろうよ。順番に行くと、順番に行くと、順番関係ないですよ、それ。かなおさんでしょ、次。うん、次はかなおさんで。次はかなおさんでしょ。そうでしょ。ひねくれ王子歌いましょうか。あんまりやってない曲やってない曲。道とか。ああ、いいね。道やろうか。ね、うん。行きますか。はい、ということで加納芳郎道をお届けしましたけども、ありがとうございます。外から拍手をいただきました。やっぱり一生懸命歌うとですね、伝わるものではありますまいか、ありますまいか、どうなんていうマイクまあ、それ言ってるよね、ということでね、時間もね、はい、いろいろ経ってしまいましたけどもですね、はい、それでもう一度ね、来週のゲストをご紹介しましょう、はい、来週のゲストはですね、ソウルシンガー、はい、青山春弘さん、ね、青山春弘さん、ソウルシンガーですね、はい、お楽しみいただきたいと思いますけどもですね、ということで、誠の最後の C みたいのがないですね、 C はないんで、ごめんね、ほんとじゃあ、オリジナル H は H もない、面白い、これ H って作ってみようかな、 H こんなんでいいでしょうか、オリジナルを一つ、 いいじゃないですか。
then the wind blows by. In the air, everyone hears the voice of your heart. You feel you can't find anything, just floating on that empty sea. But from the sea you reach out with your hurt. Those two blues will become as one. Your heart will open up the sky. Hopes and dreams. Sometimes you feel the fear, and other times you'll only cry. But I know you look up to the sky. See, there's not a single cloud up there, and you'll be free. A single cloud up there, and you'll be free. And you'll be free. And you'll be高橋誠さんのですね、これタイトルなんでしょう。Reach out for the sky という。Reach out for the sky ね、素敵なオリジナルじゃないですか、ね。ありがとうございます、ということでね、もうあっという間に1時間過ぎてしまいましたけどもですね、楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、最後にね、じゃあ娘に作った歌を歌おうかな。うん。On your side。On your side。いきますか。はい。はい、
さ。ということで今日の最後の曲は、金尾嘉郎 On Your Side っていうね、フルドボディっていうねアルバムに入っている曲をお届けしました、今日も楽しい放送ありがとうございました。高橋真子さんありがとうございました。松下俊美さんありがとうございました。お相手は金尾嘉郎でした、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。 思い出が流れる花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しい人は今はない人の心が好きさ無口の山に見る「季節は目」